日食2010年1月15日の日食2010年1月15日の日食は2010年1月15日に観測された日食である。食分は0.9190。日食は月が地球と太陽の間を横切る際に置き、地球から見た太陽の像が完全、または部分的に隠れる。金管日食は月の四直径が 太陽のものよりも小さい時に起こり、太陽の光がほぼ遮られて、癌のように見える。この時、数千キロメートルの幅の地域で部分日食が見られる。この日の日食は、11分7.8秒と3000年期で最も長い金管日食であり、3043年12月23日までは最長である。アフリカ、東、ヨーロッパ、中東、アジアでは、 部分日食として観測され、中央アフリカ、モルジブ、インドのケイララ州南部から、トミル・ナード州南部、スリランカ、またバングラデシュ、ミャンマー、中華人民共和国の一部を通る幅3 0 0キロメートルの地域では、金環日食が見られた。2010年1月15日の中央アフリカでの日の出日食は、中央アフリカ共和国で最初に始まり、カメルーン、今後民主共和国、 ウガンダ、ケニアのナイロビを通って、インド洋に抜け、最長時間に達した。その後、モルジブに入り、陸地で最長の10.8分間を記録した。モルジブの首都マレでは、モルジブ標準時の12時20分20秒に始まり、12時30分6秒に終わった。これは、国際空港で見られた最長の日食であった。インド標準時の13時20分頃に、 ケーララ州ティルバナンタプラムからインドに入って、タミルナード州ラーメーシュワラムに抜けた。インドでは日食は10.4分間見られた。ラーメーシュワラムを抜けると、デリフト島からスリランカに入り、ジャフナから抜けて、ベンガル湾を横切り、ミゾラム州から再びインドに入った。インドに入った地点であるティルバナンタプラムには、 天文台があり、日食の観測のために公衆に開放されていた。ティルバナンタプラムにあるビクラムサラバイ宇宙センターは、日食の間に大気の4カパラメータを測定した。多くの科学者が日食を観測、研究するためにこの街に泊まった。ラーメイシュワラムでは、厚い雲で、日の出は見られなかったが、現地の時間で午前9時頃になると、空は晴れ始め、 日食が始まる頃にはほぼ快晴になった。午後2時30分頃までは薄い巻雲も残っていた。南アジアを過ぎると金間日食はミャンマー、中国を移動し終了した。ありがとうございます。